皆さんこんにちは、ひらたつ TV のひらたつです。この動画では10月26日、27日の開催に出走してくる前走フリューマリストを紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。まずは東京競馬場のレースから行ってみましょう。今回未勝利戦ではですね、なかなかいい馬見つけられなかったので一勝クラスからの話になります。まず東京8レース3歳1勝クラス芝 2000m からシャンパンマークという馬になります。この馬2歳の時にはシュトラウスが勝った東京スポーツ杯2歳ステークスにも出走していて、重賞出走の経験がある馬ですので結構知っている人も多いかなとは思うんですけれども、金走は条件戦で凡走続きで今回人気を落としているかもしれないので狙い目になる1頭かなと思ってます。前走はですね、3歳の限定のリステッドであるプリンシパルステークスに出走していまして、13頭立ての13着、最下位に敗戦してしまったという形になってます。どういったレース展開だったかと言いますと、前半の 1000m はリステッドにしてはかなり遅くて1分1秒6というスローペースでした。でそのまま直線に向くまでスローで進んで、上がりの勝負になるのかと思いきや、残り 1000m 切ってからですね、逃げていたミカエル・パシャという馬がペースを上げ始めて、結局ラストの 1000m はほとんどが11秒台のラップで、1回だけ 12.0 秒のラップがあるというような、かなり後半戦はタイトな流れでのレースとなりました。なので前半がスローだったとはいえ、直線でのキレ勝負というよりもどちらかというとレース後半でかなりいい足を長く使わなければいけないタフな展開だったと思います。実際にこのレースを先行して上位に行ったようなメリオーレムだとかアスクカムオンモアみたいな馬は、例えばメリオーレムは、もちろん菊花賞ではですね期待に応えられず13着だったわけですけれども、その前の神戸新聞杯では、そこそこ強い馬たち相手に5着に来れてますし、その前の3歳2勝クラスのレースも、余裕で勝ち上がりという形の競馬をしている強さを見せてます。さらに、アスクカムオンモアに関しても重賞では、ちょっと届かなかったですけれども、条件戦ではね普通に勝ち上がって3歳2勝クラスもかなり大差をつけて勝ったというような自力を持っていた馬たちですので、やはりそこそこレベルの高いレースだったと思います。このシャンパンマークというのは、新馬戦まで遡って見ていただくと分かると思うんですけれども、新馬戦特有の超スローペースだったとはいえ直線 33.1 秒、という上がりの足をやはりかなり切れる馬であることは間違いないです。やはりそういった直線での切れ足を生かして勝負したいこのシャンパンマークですから、前走のようなレース後半で一気にペースの上がるような展開は少しこの馬にはタフすぎたのかなと思いますので、そのレース展開の面で今回は全然見直しが効くと思ってます。さらに2走前に目を向けてもですね、結局中山の山吹賞で12着に敗戦してしまっているんですけれども、ここに関してもちょっと舞台が合っていなかったかなというのは個人的にありまして、まず馬場ですね、馬場がその日やや重の馬場で、かつ、直線急坂のある中山、そして 2200m という距離ということで、本当にそれを聞くだけでもかなりタフな条件だったというのはわかります。直線での切れ足を生かしたいこの馬にとって全然向くような舞台ではなかったので、ここでの負けも仕方がないと思ってます。じゃあ今回は本当にちゃんと実力を発揮できるのかという話になってくるんですけれども、結論から言うと今回十分に期待できると思っていて、やはりこの1勝クラス、ただの平場の東京のレースっていうのはですね、普通に直線までスローペースで進んできて直線勝負になるみたいなことは全然よく起こることですので、この馬の得意とする直線の切れ勝負になる可能性十分にありますし、もともと東京スポーツ杯とかも出てた馬でそこそこ流し入れてるんで、そういったイメージが先行して人気してしまうようでしたら若干うまみはなくなるかなとは思うんですけれども、今回他にも前走でローズステークスに出ていたサンセットビューだとか、もともと素質馬として期待されていて、かつ金走の成績もいいトライデントスピアとかそこら辺の馬もいて、人気を吸ってくれそうな感じはあるので、このシャンパンマークが4番人気とか5番人気ぐらいで買えるのであれば、単勝だとか馬連あたりで十分狙える馬かなと思いますので、今回はここで紹介させていただきました。次に東京9レース伊勢崎特別からメテオールライトという馬になります。前走は函館のダート 1700m で7着に敗戦でした。単勝1点台の1番人気に押されていたんですけれども、負けてしまったという形になります。
中段からのスタートになりまして、向こう上面でしっかりと進出していって、まあ、札幌で勝ちに行くための競馬をしたというような感じでしたね。で、3コーナーに差し掛かってからは一気に抜け出しにかかる強気の競馬をしたんですけれども、案外内を走っていた人気薄の先行馬たちが対抗してきて、まあ、そこでね 11.9 秒ぐらいの速いラップまでこのメテオルライトは上げにかかったんですけれど、まあ、そこで他の馬たちが食い下がってきたせいで速い足を使ったにもかかわらず、あの位置取りでねアドバンテージを取ることができずに、まあ、ただ足を消耗してしまったみたいな形になりましてですね、まあ、そこで消耗したまま直線に向かっていきました。まあ、その結果直線はなかなか伸びれなくてですね、後ろから来ていた馬ですね、レディシスだとかシャドウレディみたいな馬たちにかわされて、結局7着に敗れてしまったというような形でした。まあ、騎乗自体はすごく納得というか、まあ、本当に1点台に押されてるぐらい自力が抜けてると思われてたわけですから、まあ、その自力をね使って、まあ、しっかりと札幌の短い直線に向かって他の馬たちをコーナーで突き放しにかかってそのまま押し切るというような競馬をおそらくですね横山武史騎手イメージしていたんじゃないかなと思うんですが、まあ、それ自体本当によくわかることなんですが、まあ、案外うちの馬が食い下がってきたということで、前走はそういった展開の不利があって負けてしまったという形でしたので、まあ、全然まだまだ見直しの効く馬だと思ってます。で、そこでよりこの馬の自力を図るために2走前のレースにも目を向けてみるとですね、まあ、ここでは新潟の 1800m のレースに出走していまして、5着に敗戦してます。ただ勝ち馬から 0.2 秒差でしたので、まあ、何か要因があればですね、全然この2勝クラスで上位に来れると判断できそうなんですが、まあ、そこで見るとですね、まあ、前半はスローの展開で若干かかりつつも無難に進めていて、まあ、手応えよく直線に入っていってました。で、そこで直線の挙動でですね若干不利がありまして、まあ、若干先に仕掛けた隣の馬に寄られてしまって、このメテオルライト鞍上が手綱を引っ張る形になってしまってですね、まあ、そこで 2,3 秒追い出しが遅れた部分がありました。まあ、そのレーススローからの直線の決め手勝負みたいな形のレースになったんで、一度勝負どころで仕掛け遅れた分っていうのは、ちょっと見た目以上に不利は大きかったんじゃないかなと個人的には思ってます。まあ、0.2 秒差分負けたっていうのは、まあ、そこの追い出しのね遅れてしまったところの差なのかなと個人的には思ってますので、まあ、そういったことを考えるとこの2勝クラスでももう勝ち上がる力は持ってるのがこのメテオルライトかなと思ってます。まあ、今回距離短縮 1600m になるのも全然問題ない馬だと思いますし、他にもそれほど強い馬が集まったという印象のある、今回のメンバーではないので、まあ、中心の一頭として期待したいなと思ってます。次に同じく伊勢崎特別からもう一頭いまして、サンライズゴラッソという馬になります。こちらの馬はメテオルライトよりも、まあ、人気軸として の、 馬というよりはどちらかというと、まあ、中穴とか、まあ、紐で買うとしたらみたいな形の馬になりますけれども、まあ、前走不利を受けながらも構想しているので紹介したいと思います。前走は中京ダート 1800m で4着に敗戦でした。ペースとしてはミドルくらいで進んだ普通のレースだったんですが、まあ、この馬向こう上面でまくっていきました。で、結果的にレース後半になってもペースが落ちないタイトな展開っていうのを自ら作り出して直線粘ったんですけれども、まあさすがにスローでね、まくっていくのとはわけが違うんで、最後消耗が激しかったのか、足が上がってしまってですね、後ろにいた馬たちにかわされました。まあ、結果的にはですね、上位に行った3頭というのは、前頭、道中2桁の、番手で、ね、進めていたような追い込み馬たちが、総じて上位に来るような前崩れの展開になりましたので、まあ、そんな中まくってね、4コーナー先頭で直線に入っていったこのサンライズゴラッソに関しては、まあ、そういった道中足を消耗するというね、ことがありながら、まあ、最後まで粘っていたので、まあ、4着よく頑張った方なんじゃないかなというふうに思います。まあ、ある程度自力は感じる競馬だったと思います。まあ、先ほども言いましたけれども、今回メンバー的にも、まあ、このクラスの最上位がゴロゴロいるようなメンバー構成ではなくて、まあ、こういった中穴の馬にも大いにチャンスがあるようなメンバーレベルだと今回思いますので、まあ、当日の人気、まあ、7番人気8番人気ぐらいついてくれるのであればですね、まあ、十分中穴だとか三連複の紐として狙える一頭かなと思ってますので、ここでは紹介させていただきました。次に土曜日の京都のレースを見ていきます。京都2レース2歳未勝利ダート 1800m からは名系ロゼッタという馬になります。前走は京都の新馬戦でデビューして6着に敗戦でした。まあ、前半 1000m が1分2秒8というですね、まあ、両馬場の新馬戦の中では結構速い方のペースだったかなと思うんですけれども、
まあ、そんなハイペースの中でこのメイケロゼッタは4コーナーでも大きく位置を押し上げていくような競馬をしまして、まあ、速いペースに加えて道中他の馬よりも速く走ったわけですから足も消耗したかなというふうに思いますので、まあ、そういったタフな競馬をしながら、まあ、最後6着まで来たというところになります。まあ、そして大きく位置を押し上げていくという局面でもですね、まあ、それは4コーナーだったんですけれども、まあ、馬6頭分ぐらい外を回しながらそういった競馬をしましたので、まあ、単純に走った距離も他の馬より長かったということになります。まあ、ハイペースで足を使ったというところとコーナー大外を回るコーナーのロスがあったので、まあ、その2点からですね結構厳しい競馬を強いられたかなというような印象です。まあ、そんな中最後見せ場は作ってのね6着でしたし、まあ、この馬の自力自体はですね全然未勝利戦では半分より上には絶対入ってくるかなとは思ってまして、まあ、今回相手関係結構強い馬が集まった印象なので、まあ、強く押せるかというとそうではないんですが、まあ、レベルが落ちるような新馬未勝利戦ってどうしてもあると思うんです。前走馬圏内に来てる馬が本当に1頭しかいないみたいなメンバー構成になることって全然皆さんよく目にすると思うんですけれども、そういう時はですね全然2着とか普通に突っ込んでこれるような自力持ってる馬なので、まあ、今回は紐の一頭として狙えるかなというぐらいの認識ですけれども、まあ、今後注目していった方がいい馬かなというのはあります。まあ、今回負ければですねまた人気を落として次走を変えるわけですから、まあ、今後にということも含めてここでは紹介させていただいた馬になります。次に京都3レース2歳未勝利芝 1600m ですけれども、シュバルツ正宗という馬になります。前走は札幌の新馬戦でデビューして6着に敗戦でした。出遅れのような形になってしまいまして、先段の馬群から6、7馬身離されてのスタートとなりましたので、まあ、この時点で直線も短い札幌ですしかなり厳しい競馬を強いられてのスタートとなりました。さらに、まあ、3、4コーナーではですね直線が短い影響である程度の位置にいたいのが札幌競馬場ですから、まあ、本当に致命的でしたし、まあ、道中騎手も当然それは分かっているわけですから位置取りの差を巻き返すために足を消耗してですね前の馬群との差を詰めていくような競馬をするわけです。まあ、ペースがそこまで速くなかったというのが救いではありましたけれども、とはいえレース中ずっと足を使い続けて先段馬群追走して距離を詰めてっていう競馬をしながらもですね直線他の馬たちと遜色なく伸びていたのは本当に評価に値すると思ってます。まあ、そしてその4コーナーでも本当に回したところもですねかなり外目を回しての競馬でコーナーロスもかぶってのレースでしたので、まあ出遅れ分の巻き返しだとかこのコーナーロス含めてロスだらけの競馬だったと思います。まあ、ラスト 50m ぐらいでですね足が止まってしまって前との差詰め切れませんでしたけれども、まあこれはねそういったロスの積み重ねによる影響だと思いますので、まあ今回 100m の距離延長で追走も楽になりますし、まあスムーズにスタートしてね馬群を追走できれば直線弾けてもおかしくない面白い穴馬かなというふうに思ってますので、今回はここで紹介しました。次に京都6レース3歳1勝クラスダート 1800m から金利ゴートという馬になります。前走は小倉で13着に敗戦しました。前半はですね、そこまでハイペースではなかったレースだったんですが、3コーナーに入ってからも全然ペースが緩まないような展開でしたので、まあ、レース全体を通してペースが緩まないという点でタイトな展開のレースではあったかなと思います。なので結構先行馬にとっては厳しいレースだったのかなという印象で、まあ、この金利ゴートもね先行して敗れてしまったというところがあるので若干展開は向かなかったレースだと思います。で実際にですね先行して3着に残したヘルモーズっていう馬は次走で普通に未勝利戦じゃないですね1勝クラスのレースを勝ち上がりましたし、さらに先行してやはり厳しいレースだったのか大敗してしまったパシアンジャンという馬がいるんですけれども、その馬に関しても次走勝ち上がりということで、まあこのレースで先行した馬はまあ構想しなかった問わずですねやはり次走をしっかりと勝負できております。さらに15番人気で先行してですね大敗したアシャカプランっていう馬がいるんですけれども、その馬ですら次走4着に来ているということで、まあ、本当に先行馬にとっては厳しいレースだったことは間違いないです。でこの金利ゴートもそのレースで先行して負けたわけですから今回も当然見直しが効くという形になります。
でさらに2走前も見てもですね、今回と同じ舞台の京都の競馬場に出走してきているわけですが、かなり見どころのあるレースをしていました。まあ、そのレースはこの金年号と花を取って逃げの競馬をしたんですけれども、すんなり取れたわけではなくて、他にも主張してくる馬がいましたので、まあ、スピードを全く落とせないまま、1コーナーに進入していきました。でその後ですね、まあ、2コーナーそして向こう上面と行くところで一旦ペースを落としてとできればよかったんですけれども、向こう上面でもですね、本当に先行 4,5 番手ぐらいにいた馬が押し上げてきて、この金年号とに絡んできてということで、まあ、スピードを落としたりとか一息つくことができないまま、前半 1000m 過ごしましたね。で結果的に前半 1000m が1分2秒くらいの若干早めのペースで逃げざるを得なかったということで、まあ、かなり厳しい展開だったかなと思います。まあ、さらにその後もね、4コーナー勝負どころになっても後に重賞でも好走してくるようなミッキークレストっていう馬ですとか、まあ、さらに後に1勝クラスを勝ち上がるパシアンジャンみたいな馬たちが絡んできてですね、本当にこの金年号とにとってはどこで休んだらいいのかみたいな感じの競馬だったんで、まあ、かなり厳しい展開だったと思います。まあ、それでも直線半ばまではしっかりと伸びて見せ場を作ってっていう競馬をしてましたので、まあ、相当地力は高いと思います。まあ、例えば今後メンバーレベルが落ちたレースに出走してくるですとか、まあ、そこそこのメンバーであってもこの馬が楽に逃げてですね、少しでも後ろの馬が展開的に甘えてくるような感じになればですね、まんまと逃げ切ってしまうような可能性を秘めてる馬だと思います。今回今のところ人気は2桁オッズに関しては2桁ついているようですし、まあ、1着も狙える一発のある穴馬という感じだと思いますので、今回は積極的に狙っていきたいかなと思っている馬ですね。次に京都9レース3歳2勝クラスの芝 1400m からケイデンシーマークという馬になります。前走は中山の芝 1600m で7着に敗戦しました。ミドルペースの展開を中段前目から進めて、まあ、普通に直線まで入ってきたなという印象のレースだったんですが、まあ、結構伸びそうな感じはあったんですけれども、直線で詰まってしまって全く追えなくてですね、不完全燃焼でレースを終えました。馬なりで直線進んでいましたけれども、それでも上がり600メートルがですね、33.9 秒出ているような馬ですから、まあ、スムーズに、競馬をしてしっかりと最後終えていれば33秒台前半の足も使えていたと思います。でそうなるとおのずと上位に行ったですね、ポルカリズムだとかラレーヌデリスと同じような足を繰り出せているわけですから、当然この馬も3歳2勝クラスで、まあ、しっかりと上位に入ってくる地力を持っている馬だということができると思います。でその日の相手関係的にも決して相手が弱かったわけではなくて、この馬と同じく差し競馬をしてこのケイデンシーマークよりも先着した馬で、ポルカリズムだとかラレーヌデリス、アンリーロードみたいな馬がいますけれども、そういった馬たちは2勝クラスでいつも勝ち馬から 0.5 秒差以内ぐらいではですね、しっかりと上位で勝負してきたような馬たちですので、まあ、自力はしっかり持っている相手だったと思います。で今回少しでもオッズが落ちればですね、狙い目になる一頭かなと思いますので、まあ、一番人気になっちゃう可能性もありますけれども、まあ、単勝で 4.5 倍とか5倍ぐらいつくのであればですね、どんどん狙っていけるような馬なんじゃないかと思いますので、今回ここでは紹介させていただきました。次に土曜日の新潟競馬場のレースですけれども、新潟の6レース2歳未勝利芝 2000m からランフォースマイルという馬になります。前走は中京の芝 1600m で出走しまして4着に敗戦しました。道中13番手ぐらいから進めて上がり最速の足で追い込んだんですけれども、まあ、展開が向かずに届かなかったという形でしたね。ペースとしてはミドルペースのレースだったんですけれども、最終的にこのランフォースマイルを除いた5頭、1から6着までに入っていた上位の5頭っていうのは、全て馬がですね、4コーナーで5番手以内の先行の競馬をしていたというような、まあ、本当に前が有利の展開の競馬でした。まあ、そんな中でこのランフォースマイルは13番手から1頭だけ違う足を使ってですね、4着まで突っ込んできたという形でしたので、まあ少なからず最後の直線との脚力っていうのは本当に未勝利クラスの中でも上位のものを持っていると言っていいと思います。まあ、そして相手関係ですけれども、まあ、勝ったウォーターガーベラ以外はですね、まあ、正直小粒なメンバーではあった、まあ、そこは今回注意すべき点ではあると思います。
まあ、一転して今回の出走するレース、この新潟6レースに関しては、まあ、新潟にしては結構好メンバーが集まったなという印象で、まあ、前走で馬圏内に来ているような馬たちも複数といますので、まあ、その中に強い先行馬とかがいればですね、後ろから行くこのランフォースマイルも取りこぼしの可能性は十分あるかなとは思うんですけれども、まあ、買う馬券の犬種によってはね、全然あの中心の一頭として買っていけるような馬だと思いますので、まあ、一応ここでは紹介させていただいております。まあ、で最後に補足として、まあ、次に紹介する馬の、 あのレースにもつながってくるんですけれども、まあ、先ほど言ったあのウォーターガーベラという馬について少し言及したいんですが、まあ、このランフォースマイルが前走出たレースで勝ったのがウォーターガーベラっていう馬なんですけれども、まあ、そのウォーターガーベラはその一つ前のレースがあの新馬戦デビュー戦になっていまして、そこで2着だったんですね。でその時の勝ち馬っていうのは、2連勝で京都の あの四菊賞も勝ったようなビップデイジーっていう結構強い馬が勝っていたレースです。でそこで2着だったのがウォーターガーベラ で次のレースでこのランフォースマイルに勝ったというような馬でしたので、まあ、ウォーターガーベラ自体は、そういったビップデイジーさえいなければ全然未勝利戦初戦から勝てていたような馬でしたので、まあ、結構強い馬でしたよっていう話ですね。なのでランフォースマイルもそのウォーターガーベラに負けたこと自体は全然しょうがないと思うんですけれども、まあ、その他のメンバーたちは小粒なメンバー構成だったんで、あまり展開不利で上位に来たからといって、まあ、今回のレースでも絶対死するのはちょっと禁物かなっていうところをお伝えしたという形ですね。でそしてその今話した、ウォーターガーベラやその周り近辺の話がですね、この、次に紹介する馬にもつながってくるわけなんですけれども、まあ、この新潟6レースからもう1頭注目している馬がいまして、それがマリエンプラッツという馬になります。でこのマリエンプラッツがなぜ注目しているかというとですね、前走この馬の前走が先ほど話しましたウォーターガーベラやビップデイジーが出走していた新馬戦、ここに出走していて、このマリエンプラッツは6着だったわけです。でこのレースっていうのはそもそもまず勝ったビップデイジーっていうのは、次走もね1勝クラスを連勝で勝ち上がるような強い馬だったっていうところありますし、さらにウォーターガーベラも強かったということで、まあ、そもそもエンバーレベルが高かったっていうのがあるんで、今回まあ、そのあたりは割増評価したいっていうのがそもそもあります。でさらにこのレース勝ったビップデイジーは道中14番手進んでいて、2着のウォーターガーベラは道中10番手進んでいて、さらに4着だったセイキュートっていう馬も道中12番手を進んで、それで上位に来るようなですねレース展開、まあ、つまり前に行った馬が結構厳しくて差しが効くような展開だったというレースになります。それもそのはずで、前半の 1000m がですね本当に新馬戦にしては異例のハイペース展開でしたので、まあ、先行した馬にとってはかなり厳しい展開だったと思います。でそんな中でこのマリエンプラッツは先行して6着に敗戦してるんで、今回も見直しが効くんじゃないかっていう風に思ってるということですね。でさらにこのマリエンプラッツ以外にも先行して上位に来た馬がいまして、それが3着だった湘南カゼルタっていう馬なんですけれども、まあ、その湘南カゼルタに関しては次走、以降でですね2戦あの未勝利戦に出走してますけれども、どちらも馬圏内を外していないという実力の持ち主だったということで、このマリエンプラッツ、まあ、その湘南カゼルタに先着こそされてしまいましたけれども、まあ、そこまでその離されていない6着ですし、まあ、新馬戦にしてはかなり の, あのハイペースだったことを考えれば、今回、この馬も叩き2戦目で巻き返してくる可能性は十分にあるかなと思いますので、中穴として注目してます。で今週の新潟競馬場雨も降らなくて馬場もいいので、まあ、あのちょっと土曜日のレースとかも見てね、あの外差し馬場になっていないようであれば、今回穴としてあの警戒できる一頭かなと思いますので、ここでは紹介させていただきました。次に日曜日の東京競馬場のレースになります。東京6レース3歳1勝クラス芝 1400m からイコノスタシスという馬になります。この馬2走前前走ともにちょっと、注目できる理由がありまして、まず2走前に関しては函館の芝 1200m で9着に敗戦していたレースだったんですが、まあ、レース内容自体は特段あの見るべきところはそこまでないんですが、まあ、この時3ヶ月の休み明けのレースでしたので、まあ、正直動きがあまり良くなかったというのがありました。まあ、特にスピードが本当に必要な、芝のスプリント戦での出走でしたから、まあ、休み明けでの仕上がり不足というのは結果に直結したかなと思ってます。で、その時点で次走叩き2戦目になるので注目したいなというのは、思っていた馬で、まあ、その上で前走というのを見ていきますと、まあ、叩き2戦目となった前走はですね、あの、イン前有利の馬場だったんです。その日の札幌っていうのは。そんな中で、この馬イコノスタシスはかなり後方からの競馬になってしまいました。道中13番手ぐらいを進んでですね、
直線に入ってきたと。で、札幌の短い直線で、まあさすがにそのぐらい後ろの位置から競馬してしまうと、まあどれだけいい足を使っても届かなかったというようなところでしたね。で、さらに先ほど言ったように馬場がイン前有利だったわけですから、まあそういった状況を覆すほどの豪脚は発揮できなかったということで、普通に敗戦しました。で、このように見ますとですね、2走前は仕上がり不足で敗戦していて、前走に関しては位置取りが悪すぎて敗戦という形で、どちらも明確な理由がありますので、今回に関してはどうしても注目したい一頭になります。で、この馬の過去のレース見ますと、まあ、4走前か5走前ぐらいにはなりますけれども、直線の長い新潟でですね、しっかりと上がり最速を使って2着に来る競馬してきてますので、まあ、今回も穴馬として期待できる一頭なんじゃないかと思っております。最後に日曜日の京都競馬場8レース3歳1勝クラスダート 1200m からですけれども、鳳凰トランプという馬になります。前走は未勝利馬ながらですね、1勝クラスの、新潟ダート 1200m に出走しまして6着に敗戦しました。まあ、しかしながらコーナーでは大外回す競馬をしたんですけれども、しっかりと、勝ち馬からあまり離されていない6着まで走ったという形でしたね。このレースそこそこ速いペースではあったので、結構前の馬もねしんどくなって差し追い込み馬が上位に行ったレースでもあったんですけれども、まあ、この鳳凰トランプは大外を回して6着に来たのに対して、まあ、より上位に行った馬たちっていうのはずっと道中インで溜めていて直線で背足を発揮したような差し追い込み馬たちだったので、まあ、そういった馬たちとコーナーロスがありながら互角に戦えていたということを考えると、まあ、この鳳凰トランプもですねしっかりと1勝クラスで勝負できる実力を持っている馬なんじゃないかというふうに個人的には思いました。で、ただしメンバーレベル的には、過信は禁物で、前走のメンバー構成は、1勝クラスの中で、まあ、人気薄になるような馬たちと、その前のレースで未勝利を勝ち上がって昇級してくる馬たちみたいなメンツではあったので、まあ、かなりその1勝クラスでも上位馬たちがたくさんいたようなレースではなかったというところは、留意が必要かと思います。まあ、なので、今回もメンバーレベルが高いようであればですね、まあ、ちょっと疑ってかかるのもありだったんですが、今回ざっと見た感じ、メンバーレベル、そこまで高くなさそうですし、まあ、かつ前走いいレースしたとはいえ、まあ、馬柱上はですね未勝利馬でかつ前走1勝クラス出てみたけれども6着に負けた馬みたいな形になっているので、まあ、そういったことによって人気が少しでも落ちるのであれば、積極的に狙えた馬ではあるかなと思いますので、ここでは前走フリー馬として紹介させていただきました。これで今回の動画は以上になります。最後までご覧いただきましてありがとうございます。まあ、普段はこのような前走フリーマの紹介の動画ですとか、平場レースの予想動画をアップロードしておりますので、そちらもぜひご覧ください。少しでもこの動画参考になったという方は、高評価やチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。